小倉ローは日本の民謡やわらべ歌、あるいは話し言葉のリズム、そういうものとベートーベンやバルトークの音楽の持っている古典的な、様式感ですね、それを日本の響きと西洋クラシック音楽の古典的様式感をどういうふうに組み合わせて相乗させていくかということに、1950年代半ば、60年代以降の小倉ローの創作があったと思いますけれども、次に聴いていただきます作品は、小倉ローがやはり NHK の移植で1971年の芸術祭参加作品として作曲したバイオリン協奏曲です。この作品は9管9の3つの楽章からできておりますけれども、全曲は、頭にバイオリンが提示するモチーフによってかなり統一されているという形になっています。そのモチーフというのは、というのが頭に惹かれる音型ですけれども、この後音の高さは増えていくんですが、今聞いていただいたメロディーの頭、だいぶその音が跳躍して不思議な感じがしたと思いますけれども、実は使ってある音の高さというのを整理しますと、この4つになりまして、ここに例えばドの音を1つ加えると、日本の南の方の五音音階ですね、沖縄とかの五音音階と同じようなものになる。こういうふうに小倉ローさんのメロディーっていうのは、日本の五音音階っていうものを上手に使いながら、それをそうと聞かせないような跳躍のさせ方をして、不思議な聞こえさせ方をしながら、日本の伝統と西洋の伝統ってものをつなげようとするという工夫に満ちている、そういうところがあるわけです。これから聴いていただきます演奏は、バイオリンが小栗町江、森忠志式 NHK 交響楽団による演奏ですけれども、小栗町江さんは当時東邦学園を出たばかりの新進気鋭のバイオリニストとして、この後アメリカにも留学なさいますけれども、斉藤秀夫門下の逸材として、言ってみれば若手売り出し中の時だったわけですね。その小栗町江さんの若き日の非常にこう力感に富んだ演奏と、森忠志 NHK 交響楽団との共演で小倉ローのバイオリン協奏曲を聴いていただきます。